さあ、いよいよ始まります全国中学生サッカー大会。昨日、沖縄では台風の被害もあった模様ですが、こちらは本日の開会式にふさわしい晴天。8月の灼熱の太陽がグラウンドに照りつけています。各都道府県大会を勝ち抜いた精鋭47チームが深紅の大優勝旗を目指して、これより熱戦を繰り広げるのです。秋田県代表花輪中、橘正雄、和夫。あの優勝旗、今年は俺たちがいただくぜ。そうともよ。大阪府代表東一中、相田誠長崎県代表平戸中、慈瞳浩。心配せんでも、あれはわしらの問題。北海道代表富良野中、松山光。今年こそあの優勝旗を北海道に持ち帰るぞ。なあみんな。誰にも渡さない。あの優勝旗は大会最終日、もう一度俺が手にするんだ。おい、東方を見てみろよ。ヒューガがいないぜ。ヒューガさん。それにしてもついてないぜ、このトーナメントの組み合わせはよ。順当に行けば決勝の東方戦まで全て強敵揃いじゃねえか。でも一度負けたらそこで終わりのトーナメント戦。そう、どっちにしろ戦う相手全てを倒さない限り優勝はないんだ。そう考えればどこに当たろうと同じことよ。まあそりゃそうだけど、しかしみんな燃えてるじゃんか。当たり前よ。俺たち3年生はこれが最後の大会、一度だって負けてたまるかってんだ。そうだみんな、その息だ。東一中は守りのチームだ。大阪府大会も失点ゼロで勝ち抜いている。その守りの主力は相田誠、関西ではエースキラーの相田と呼ばれているらしい。必ず相手チームのエースのマークにつき、ボールだろうと足だろうととにかく止めに来る。この試合、相田は翼のマークに来るに違いない。気をつけるんだぞ。はい。よし、まずこの初戦を取るぞ。また優勝やったるぜ。ああ V3 だ。いいか、なんといっても南葛は大空翼だ。あいつさえ抑えればあとはどうにかなるさ。ってことはつまり、大空翼を抑えられる俺がいるこっちが勝つってことだ。この大観衆の前で南葛を倒してやろうぜ。ああ、さあ開会式も終わり、早くも1回戦。前回優勝の静岡南葛中と大会初出場の大阪東一中の対戦が間もなく開始されます。開会式を終えた各出場チームのほとんどがここに残り、この試合を観戦する模様です。大会3連覇がかかる南葛はそれだけ注目度が高いということでしょう。おい石崎。ん？約束通り応援に来たぜ。おお、浦部たちだ。絶対優勝しろよ。優勝しなかったら承知しないからな。任しとけ。おいてめえら、浮かれてるんじゃねえよ。何？前回前々回チャンピオンだからってうだうだしてるんじゃねえ。さっさと試合の準備しろってんだ。お前が大空翼か。実際に見てみっと、
大してでかくねえな。あんたのマークは俺がするから、よろしくな。翼、あいつが大阪の決勝戦であの中西から決勝ゴールを奪った、そうだ誠だぞ。よし行くぞ、 V3 に向けて。バカ野郎、お前らに V3 はねえ。南葛も大空翼も俺が止めてやるぜ。けっ、お前なんかに翼が負けるかってのは。正解にシュート、すぐに分からせてやる。ゴール隅に決まった。この距離からシュートが炸裂。来るなら来い、俺は全力で戦う。それはパスを出した。井出君、パスを出します。ガスリ君、激しいタックル。いけ、体とぶつかっていった。三橋君、一旦のシュートを放った。森崎君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。三橋君、ここから打ってきた。これはタッチを終わります。東第一、この位置からのスローイン、これはロングスローだ。相馬くん、シュートを放った。森崎くん、これはキャッチできない。ダイレクトで合わせる。さあボールを打たれた。小田くん、ここは抜かせません。激しいタックル。薄利君、薄利君、パスを回す。小野寺君、センターラインを越えて攻め込む。体ごとぶつかっていった。いけ、三橋君、このパスをカットします。東第一、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。お箱のヒールリックだ。この試合お前に活躍はさせん。消えた、カミソリタックルだ。今のタックルで。ここはパスを出した。倉持君、パスを回す。佐々木君、ドリブルでボールを運ぶ。南葛、この作戦指示は功を奏するか。高杉君、ここはパスを出した。そら、ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。これはカミソリシュートだ。高杉君、これをブロックに行く。あっと、このボールをブロック。カラス君、激しいタックル。コラ君、パスを回す。ソーダ君、タックルを決めた。オラ、それ。伊沢君、ここで奪った。伊田君、いい形でボールを奪った。小田君、ここは抜かせません。南葛、この作戦指示が功を奏するか。林君、ボールを奪った。鈴木君、タックルを決めた。ここはパスを出した。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。チャージが決まった。タックルを決めた。ソーダ君、このスライディングが決まった。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。井出君、シュートまで持ち込めるか。渾身のシュート。森崎君、このシュートを正面から受け止める。おっと、これはコースが悪かった。南葛、ゴール前からどう展開していくか。ここは抜かせません。小野寺君、ここからチャンスを作れるか。小野君、ここで止めた。あれ、小野寺君、センターラインを越えて攻め込む。小野君、ここは抜かせません。小野君、切れ味鋭いシュート。キーパー反応できない。同点。
しゃっしゃそれ南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。東大一、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。鋭いスライディング、相馬君横にかわして突破、体ごとぶつかっていった。木杉君横にかわして突破、センターラインを越えて攻め込む。木杉君渾身のシュート、こぼれたように舞う。これは乗ってるぞ、キーパー止められない。これがテントラの仕事だぜ。長いパスが通った、横をすり抜けた。相馬くん次々にかわしていく、センターラインを越えて、これが俺のカミソリシュートだぜ。森崎くん横に飛んだ、これは会心のセーリング。岩見くんここはパスに切り替えた、かわして振り切った。いけ、横をすり抜けた。敵陣を切り裂く、ゴール前に持ち込んだ。一着のシュートでゴールを狙う。これは反応しているぞ、あっとこれを弾いた。こぼれ球をものにした。そうだか、素早く横に倒す。伊沢君ここはパスを出した。木杉君一着のシュートでゴールを狙う。辻君ゴール前でこのシュートを迎え、まあ、これくらい決めて当然さ。すみません、ここだ。そら、そら、いけ。パスを出します。よし、勝君ここは抜かせません。ここでスルーパス、ここでパスカット、横をすり抜けた。伊達くんここはパスを出した。小田くん激しいタックル、それおっと、ここは交代だ。体ごとぶつかっていった、もらった。横をすり抜けた、パスが決まった。それそれ、相手のエースはたとえファウルでも止める。決まった。長野くんダイレクトでパス、スリ君横にかわして突破、必殺のシュートだ。スズ君横に飛んだ、これはキャッチできない。こぼれ球をものにした。チャンスが決まった。長野くんクロスを上げた、おっと攻守交代だ。チャージが決まった。タキ君クロスを上げた、ここでパスカット。長野君ここは抜かせません。キスギ君狙いすましたパスを送る。タキ君センターに上げた。翔太君ワンタッチで送る。ここここで前半終了。全国大会 V3 を目指す南葛、まずはいいスタートと言えるでしょう。あの争奪ってやつなかなかやるな。翼のスピードに完璧についていくなんてすげえよな。でも勝ってるのは俺たちなんだ。そうそう、守りのチーム相手にこの展開は悪くないんじゃないの。ああ、俺たちのペースだな。みんな、後半東一中は攻めに出てくるだろう。特に立ち上がりは集中するんだ。あと、こっちが攻めている時のカウンターにも注意を怠るなよ。はい。翼、マークがきついと思うが頼むぞ。はい、
みんなの士気が上がっている今、怪我のことを知られてはまずい。学ぶ、ちょっと。え？あら、大川くん。マネージャー、ちょっと早く来て。え？翼くん、走ろう。うん、小学生時代の古傷をまたやっちまった。足の怪我がひどくならないようにテーピングを頼むよ。とにかく早く。はい。学ぶ、みんなにはこのことを。うん、分かってるよ。はい、終わったわ。ありがとう。大丈夫？ああ、大丈夫。必ず勝つよ。うん。さすが王者南葛だ。俺たちの守りが破られるとはな。けど、この程度の苦戦でへこむほど、俺たちは弱くない。それにいい知らせがある。奴は、大空翼は足を怪我してる。間違いない。な、なに？翼が怪我となれば、あと南葛で怖いのは木杉、滝、伊沢だ。ゴール前では必ずマークにつけ。あ、よっしゃ、この調子で後半も行くぞ。南葛を倒すのは俺たちだ。後半スタート。南葛、これは戦い方を変えてきたようです。体ごとぶつかっていった。長野君、素早く横にかわす。翼、その足でマークを外せるか。こいつ、俺の足のことを。ここは一か八か、試してみる。得意のヒールリフトで抜いた。お箱のヒールリフトだ。さあ、これを見よう。翼君、ライブシュート。シュートを放った。ごめんロベルト、俺にはまだこのシュートマスターできないよ。それにこのドライブシュートは思ったより軸足に負担がかかる。この試合もう今のシュートは打てない。くっそ、驚かせやがって。俺もドライブシュートは考えたが、上から下への回転はかけるのが難しすぎるんだ。だから俺は諦めて鋭い横回転のカミソリシュートに切り替えたんだ。翼、いくらお前でも俺たちの年代じゃまだドライブシュートは無理なんだよ。しかし翼の怪我は間違いないし、今のシュートでまた少し痛めたはずだ。こうなってはもう俺のマークからは逃れられんぞ。東第一、ゴールキックで仕切り直します。杉君、ダイレクトでパス。伸ばして振り切った。体ごとぶつかっていった。佐々木君、パスを回す。よし、激しいタックル。スルーパスを狙う。小田君、ここは抜かせません。そら、小田君、お箱のヒールリフトだ。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。体ごとぶつかっていった。杉君、ためて強烈なシュート。これを正面から抑えに行く。杉君、ここは抜かせません。豪快にシュート。杉君、渾身のシュート。ボールはまだ生きている。かわして振り切った。長野君、激しいタックル。さあ、ゴール前です。山田君、ここは抜かせません。横をすり抜けた。ドリブル突破。逃がして振り切った。
東大一鋭い刃の奥相手チームに襲いかかるのか。行け切り味鋭いシュートだぜ。諸崎君このシュートに反応している。守備陣の隙間を狙う小野寺君渾身のシュート。そこで横っ飛びで鋭く反応。これはキャッチできない。ボールダッシュ成功。小野寺君ゴールを狙う。止めた。それ奪い返した。いけ。小田君パスを回す。パスを出します。そら木谷君横にかわして突破。敵陣へ攻め込みます。木谷君シュートだ。それ辻君ボールはまだ生きている。ボールを持った山田君ボールを蹴り出します。奪い返した。もらったぜ。ここは抜かせません。キスギ君ここからチャンスを作れるか。シュートなんかこれがネットに突き刺さる。あざ決めてやったぜ。くそまんまとしてやられたぜ。でもみんな安心しろ。俺のカミソリシュートで点を取ってやる。そして俺のカミソリシュートは2枚刃よ。フッフッ。おめでとう。激しいタックル。翼くん左へパス。あったかわした。鋭いスライディング。小野寺くんここからチャンスを作れるか。シュートを放った。行くぜ。森崎さっきと逆だ。逆に飛べ。うらえ。よっ。なに。この位置で攻守交代だ。小野寺君シュートまで持ち込めるか。力をためて強烈なシュート。森崎君ボールはまだ生きている。このシュートは枠を。森崎君ここはパスを出した。翼翼君ここからチャンスを作れるか。ここからシュートに持っていく。必殺のシュートを放った。前衛に飛びつく。まさに必殺の一撃。あれを決めなくちゃ男じゃない。それアズマ大一鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。タチ君ボールダッシュ成功。それよキスギ君ここはパスを出した。もらった。かわした。敵陣へ攻め込みます。マザル君次々にかわしていく。そボールダッシュ成功。佐々木君ここはパスを出した。小野寺パスを回す。小出君パスを出します。キスギ君ボールを狙いも届かない。ここから打ってきた。防いだ。ここはパスを出した。東大地ここは戻りながらのディフェンス。滝君ここからチャンスを作れるか。必殺のシュートでゴールを狙う。横っ飛びで鋭く反応。反応するも決まった。滝君このシュートを決めてきた。ここは抜かせません。それ長野君
横にかわしてくる。次々にかわしていく。長野くん、スルーパスを狙う。さあ、ゴール前です。それは東大一、早くこの窮地を出したいところ。このクロスは通るか。ここでチャンスを潰します。木杉くん、ここでボールを受けます。このクロスは通るか。クロスに合わせに行く。なんとかボールに食らいつく。あー、決まった。決めてやったぜ。それタックル、激しいタックル。このパスは通らない。翼くん、ここで奪った。それここでスルーパス、タックルを決めた。ドリブルでボールを運ぶ。そら、後半もすでに30分が経過。翼、ここからゴールは生まれるのか。これがネットに突き刺さる。狙いすましたシュート。勝つと言ったら勝つ。そら、それでかい。カラッチが決まった。かわして振り切った。敵陣へ攻め込みます。サジ君、ゴール前に上げた。倉持君、ボールを奪った。伊田君、パスを出します。東大一、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。ここはパスを出した小野寺君。ここで試合終了の笛。前回覇者、南葛中学、まずは1勝、2回戦進出を決定しました。俺の逆カミソリシュート、どうしてわかったんだ。予選でも一度も見せたことがなかったのに。そうだよ、翼の指示がなかったら俺だって多分取れなかったよ。うん、ただの感覚かもしれないけど、軸足の角度と振り足の速度でなんとなくね。それでとっさの指示をしてしまったんだ。なるほど、足の角度ね。俺も回転をかけるのには苦労してるからね。翼、あのシュート、ドライブシュートだな。うん、まだ完成してないんだけどね。あれは難しいな。俺も試してみたが、できなかった。ドライブシュート、絶対に完成しろよ。お前ならきっとできるよ。そういえば、足は大丈夫か？うん、大丈夫。ちょっと癖になってるところで、大したことはないよ。そうか。俺たちを破ったんだ。必ず優勝しろよな。うん。それじゃあな、また会おうぜ、翼。くしゃー、負けちまったぜ。みんな、メソメソすんな。胸張って帰ろうぜ。そうだ、誠、本当はいいやつかもしれないな。もうすぐ試合だ。十分に体をほぐしておけ。監督、今沖縄から帰りました。ヒューガ、東邦学園のキャプテンでありながら
この大事な時に勝手な行動を取ったこと、わしは絶対に許さん。何？この大会、お前は使わん。監督。大会2日目。今日は残りの1回戦か。俺たちはここから激戦が続くんだ。しっかり調整しないとな。メール？なんだよ、誰からなんだ？元気でやってるか、翼。俺はプロの選手になるために練習する毎日だ。日本ではもう全国大会が始まってる頃か。お前のことだ。もちろん勝ち残ってるよな。でも試合に勝ったってお前の話は聞き飽きた。負けた時だけメールをくれ。その相手がどんなやつか知りたいからな。ところでドイツで久しぶりなやつに会ったんだ。誰だと思う？それは三崎太郎さ。画家の父親と一緒に今はパリにいるそうで、ドイツにいる俺を訪ねてきてくれたんだ。なんかフランスのサッカー雑誌に俺のことが載っていたらしくてな。ちょっと恥ずかしいぜ。それで久しぶりに美咲とサッカーをしたんだが、相変わらずいいボールさばきをしてたぜ。美咲もきっと将来はプロになるって確信したよ。翼、頑張って全国大会 V3 を成し遂げろ。そしてまた一緒にサッカーをしよう。その日を楽しみにしている。じゃあ今日はこの辺で。若林源三。美咲くん、フランスにいたのか。なるほどな。道理で日本の大会に出てこないわけだ。よかった、美咲くんが元気でサッカーを続けていてくれて。へえ、若林さんも頑張ってるんだな。よし、俺たちも頑張って美咲や若林さんにいい報告してやろうぜ。あ、そうだな。よし、じゃあみんな今日も張り切って練習だ。おー！